はい、皆さんこんにちは、村長です。今日からちょっと新しい企画を考えてみました。それは音楽を作る上でとっても効率的で、もうバージョン28というところまで来ているバンドインナボックスという便利な音楽の制作ソフトをご紹介したいと思います。今日は第1回目としまして、このソフト自身を全く分かってない人、今日聞き始めだという人、なんか名前だけは聞いたけれどもどういうのか分からない、やってみようと思ったけれども YouTube などに日本語の解説があまりないというような、そういう方のために動画を作りました。ですから今回の分は超初心者用と考えてください。このソフトは先ほども言いましたように、もうバージョン28というのまで来てまして、僕は今バージョン26というバージョンですが、ほとんど画面構成などは変わりませんので、26、27、28というようなバージョンをお持ちの方には画面はほとんど一緒だと考えてください。このソフトを起動するとこんな形で表示されます。そして今日はもう国民のレギュラーソングと言ってもいいような長渕剛さんの乾杯という曲をチョイスしました。なんと古いと思われる若い方もおられると思うんですが、お許しください。このソフトはコードを入力する、もしくはもうそういうことも関係なく、ちょっとかっこいい BGM が作りたいんだという人が簡単にできるようなソフトです。まずそれを少しお話ししたいと思います。左の方にスタイルというボタンがありまして、ここを押しますとたくさんのこういうスタイルというものが存在します。多すぎてよくわからないというときは、このようにジャンルを分類することができます。バラードというのを選びましたら、バラードに近いようなジャンルが出てくるというふうになります。どんなのかなと思って聞かれるときは、ダブルクリックをすると音楽が聞けます。こんな感じでサンプルを聞くことができます。そして単にサンプルだけじゃなくって、このままでいいやぐらいのノリで若干変えようというような方は、ここにデモソングを開くというのがあります。それを開いてみましょう。このようにありませんと出るのがあります。それはデモ用のコード進行が登録されていないスタイルです。ちょっと他のものをやってみましょう。はい、今度はできましたね。画面の下の方を見てください。コード進行が表示されました。これで OK と押します。もう一度聞いてみます。もう出来上がってますよね。少し知識がある方は、コード進行がもう少しここ変わった方がいいんじゃないというようなことを思いますと、例えばここを A7 とします。これはパソコンのキーボードで A7 と押しました。1小節に2つのコードをつけていくことができます。もう一度聞いてみます。
のように自分がコード進行を変えたいときはいつでも変えて演奏をすることができるというツールです。もうこれで DTM 音楽が出来上がったということになります。音もそこそこ綺麗ですよね。じゃあ今度はカバー曲をやって、例えば自分の YouTube であったり、そしてライブでですね、バック演奏として音を流して、そして歌を歌うプラスギターを弾くというようなことをやりたい方はカバー曲を作ればいいわけです。じゃあそれを実際にやってみましょう。画面右の方に先ほど言いました乾杯というもう国民曲が表示されています。ここでその通りに打っていくだけです。新規を作ります。まあ、保存しますかと聞いてきますので、今回はいいえを選びます。はい、じゃあイントロはありますが、まずここでは1番だけを打ってみたいと思います。大文字小文字も関係なく打っていけます。間違った時はこのように戻ってもう一度打ち直せばいいだけです。デリートとかバックスペースとかで消す必要もありません。ここは半小節送りなのでこのようにしました。ここでパッと見れば気がつくと思うんですが、 A メロ、A' メロはコード進行が基本的には同じです。ですからこういう時はコピーと貼り付けもできます。選択します。コードをコピーとします。そしてここのところに貼り付けをします。はい、これで便利に入れれましたね。じゃあその次に進んでいきます。はい、これで1番が打てました。今日はまあ時間の都合上ということもありまして1番だけにします。1番だけにしますと言いながら、ここにコーラスが3となってますので、先頭と後ろにですね、いわゆるリピートのマークがあります。これをなくして1番だけにするのには、ここでコーラスが1というふうに設定すればいいわけです。そしたらリピートマークはなくなりましたね。最後に一応 C も入れておきます。まあ2つぐらい入れておきましょうか。はい、そして26小節ありますので、ここも26小節に変更しておきます。そして面白いのが、ここにエンドという一小節も出来上がっています。さあ、これでコード進行が打ち終わりました。そしたら、ここでスタイルを選びます。これに合いそうなスタイルを選ぶということです。ちょっと聞いていきましょう。ちょっと跳ねてますね。あ、いいじゃないですかね。もうちょっと、ドラムのありそうなのもやってみましょうか。
あーこれもいいですね。あーいい感じです。そして今いわゆる視聴してますよね、サンプルを。それは今入れたコード進行で音が鳴ってくれています。じゃあこれでいいじゃないかということで決定をします。 OK。 はい、もうこれで伴奏が出来上がりました。聞いてみましょう。はい、ちょっと雰囲気が違うように感じると思うんですが、これは今130というテンポになっていますので、測るためにスタジオ1を起動します。はい、まあスタジオ1には画面の右下の方に、テンポを設定できるのがあります。ですからこれでテンポを測るためだけに、起動したわけです。こんなことしなくても iPhone のアプリでもテンポを測ったりすることができますので、それを使ってもいいと思います。固い絆に思いを寄せて、だいたい90ぐらいですね。ですから、90のテンポに変えたいと思います。はい、じゃあこれで聞いてみましょう。はい、いいですよね。じゃあここまでできました。もう今日はこのぐらいで終わっておこうと思ってたんですが、せっかくなのでイントロ入れたいなと思ったらどうしたらいいかというのをちょっと追加しておきます。画面のボタンがいっぱい並んでいるところにソング構成というのがあります。そこでイントロコードを自動生成、これがありますので、まあポップスですから、で4小節でいいのですね。そしてイントロのすぐ後のコードというのは、今 D になっていますから、これも D でいいと。ペダルベースという考え方もあります。これはどういうことかというと、イントロが例えばこれの場合、まあ、D ですけれども、 D 以外で最終のコードが来ていた時に、まあ、D というのは、まあ、例の音ですよね。それ以外の音とかで来ててもそのままピアノにはペダルベースというのがあって、こうグランドピアノとかに足置くところが3つぐらいあるんですけれども、そういうのでいわゆるまあ音を伸ばすというか、次の小節が D なんだけれども、でも A ラーの音で弾き伸ばすとか、そういうようなテクニックを使うかというような意味で、このペダルベースありなしがあります。まあここは今のところは放っておきましょう。そしたらここでイントロコードを生成とします。はい、そしたらこのように勝手に4小節分が来ました。でもこのままではちょっと合うとか合わないとかいうこともありますので、実際の音に合わせてちょっとコード進行だけを変更してみます。D と B マイナー、D と B マイナーというような、そういう流れにしました。そしてここに、まあイントロですから、イントロらしい、いわゆるソロですね。そのソロをつけたいと思います。ちょっと今画面を小さくしているので見にくくなりましたが、これを大きく伸ばしておきます。そしたらここにソリストというボタンがあります。これを使ってソロを入れますが、入れたいところをまず選択しておきます。そしてここにソリスト選択
ということで、まあ、ソロを弾いてくれるプレイヤーを選択することになります。どんなのいきましょうかね。例えば、まあ、こういう古い歌ですからハーモニカなんかもいいんじゃないかなと思われます。なんかそんなのあるかな、ないかな。あ、ハーモニカがありました。ポップハーモニカというのをこうしておきます。いろんな、まあ、設定があります。範囲は指定範囲ということで、確認のために小節は1から4小節このようにしておきます。ソロを生成するというふうにします。そしてこのスタイルというのを選び直せば、今こういう雰囲気ですけれども、どんな感じにでもアレンジができます。ポップバラード、ミッドナイトホーク、こういうのちょっと聞いてみましょう。あ、もうこんな風にゴロンと変えてしまおうと仮に思いましたら、これで OK をします。もう一度スタイルを選んでみます。こんなのはどうでしょう。あ、でもスイングがあるから、まあスイングがあってもう全然違う感じになるというのもまあ一つでしょうけれども、ピアノのあるようなやつでやってみたいと思います。もしくはこういうアルトサックス、サックスがあるやつでもう全く変えてみましょうか。選んだスタイルがちょっとジャズっぽくって、いわゆるスケールが普通のメジャースケールと違ってですね、少し半音が上がったり下がったりというところがあるので、この曲には合わなかったですね。最後はかっこいい、合うようなもので、こういうのでやってみましょうか。これはいい感じですね。はい、そして今日の最後のお話になりますが、このように今は長渕剛さんの乾杯という曲なんですが、このコード進行で全く違うメロディーをつけてしまおうというようなこともできます。コードは今のままですから、ここのチェックはこれ外しておきます。メロディーを作ります。今の組み込まれたスタイルで使用します。これでメロディーを作るんですが、ソングの一部なのかソングの全体なのかというふうにしますと、こんなふうになります。
どうでしたでしょうか。まだまだ 100% の完成ではありませんが、今回のシリーズは最後は DAW ソフトで、まあ、編集をしていこうというような流れを作っているんですけれども、もちろん心の中で編集もできますし、今譜面モードになっておりますけれども、これをピアノロール、こんな感じですね。ピアノロールで編集していくこともできたりします。まあ、これだけでもう十分音楽を作れるソフトなんですけれども、最近はまあ、スタジオワンであったりキューベスであったりいろんな DAW ができてきていますので、どちらかというとこちらの方にはあまりですね目線がいかない、もしくはそういう候補の中であったとしても曲が出来上がった後の処理はこのバンドインナーボックスより DAW の方がずっとうまくできているところも多いと思うので、じゃあどうするとなった時に、まあスタジオワンがいいよ、ロジックがいいよ、そういうような形に人からアドバイスをもらって、まあ、始める方もいてると思うんですね。ですから少し光からは遠ざかってしまった感もあるんですが、これをうまく使いこなしたら十分 DAW と同じようなことができる、もしくは、まあ、作るという面ではそれ以上と言った方がいいかも分かりませんが、すごく時短で音楽制作できるスーパーソフトですので、皆さんも少しこのシリーズを見られてですね、まあ安い買い物でもないですので、皆さんが知らなかったという方もたくさんおられると思うんですけれども、ぜひこのシリーズを見て気になった方は少し研究をしてみていただいたらどうでしょうか。そして今回これを機にバンドインナボックス &DTM 時短研究サークルジャパンというようなちょっと長い名前なんですけれども、もちろんこのバンドインナボックスのことを中心にも話したいんですが、 DTM にはとっても時短ができる便利なソフトがこれ以外にもたくさんあります。こちらは今のところ完全な公開グループということで誰でもが閲覧していただけるようになっているんですね。コロナでライブがなかなかできなくって、そしてどうしたらいいんだろう、楽しい音楽ライフをやってみたいなとか思ってらっしゃる方に覗いていただきたい、そういうグループということで設立してみましたので、皆さんも覗いてみたりしてほしいんです。本当に有意義だと思ってくれる人だけが入会し、つまらなくなったら大会もしていただいたらいいと思います。そして皆さんの記事、僕の記事が濃い密度のグループになってくれたらな、そんな思いでやっています。ということでバンドインナボックスの超初心者もしくは知らない方へのアプローチの動画にしました。村長でした。